Hello, everyone. This is 葉山の簡単カタカナ英会話。すいません。声が、鼻がおかしいんですが、見事に花粉症の症状が始まっています。花粉症は英語で2つ言い方がありまして、Hay Fever、Hay っていうことなんですけど、乾いた草みたいな感じですよね。あとはアレジー to pollen。 ポーリンというのはだいたい花の花粉によく使われる名称です。アレジー to pollen ですね。すいません、お聞き苦しいと思いますが、お付き合いをお願いします。じゃあ英語で This time I'd like to show you about the equipment needed during the disaster。 イクイプメントというのは設備ということなんですけど、 needed、 need は必要ですね。 during の間、 a disaster、 災害時に必要な設備ということなんですけども、このアメリカと日本の違いというのをちょっとご紹介したいと思います。海外の BBC とか AP とか、本当他の国、台湾でもインドでも、もういろんな国で1月1日の能登半島の地震はブロードキャストで知らせていました。で、皆さん海外の人が驚くのは、日本はこれほど経済大国第4位になってしまいましたけれども、そしていろんな技術が発達してるにもかかわらず、災害時なんで床に寝起きするのかっていうので、まるで発展途上国のようだというふうな非難をされていた人もいます。で、アメリカでは床で寝たり座ったりすることはほとんどなくて、ベッドとか椅子で避難所でも用意されています。床で寝てると冷たいということや健康上の問題でいいことは何もないというので、あと起き上がるのに時間もかかるし、いざまた地震が来たらすぐに逃げられるかといったら、ベッドとか椅子の方が早く行動できるという面もあります。床に寝ることはいいことはないというふうに言ってますね。中国とかだと蛇が出るから床では寝ないというのは聞いたことがあります。一つ驚くのは、アメリカの場合なんですけれども、避難者の方に温かい食べ物を与えること、そして温かい居場所を与えること、この2つに重きを置くそうです。まずは避難された方々、被害を被った方々をほっとさせるというのに優先を置いているそうです。後でまたいろいろご案内したいと思います。では Please watch and 今回 enjoy 言えませんね。 Please watch。 アメリカの設備、どのようなものがあるかをちょっとご紹介したいと思います。はじめはレストルーム、つまりトイレですね。やはりトレーラーなので大きいんですね。で、男女分かれているっていうのもこれ必要なことですよね。災害時いろんなことが起こると思いますので、このトイレとても大切なことだと思います。報道ではサンドイッチマンさんが、東北の震災の時に、トイレが足りないというので、トイレに注目をして、また能登の方にも送ったという話を聞いています。このトイレとても大切ですね。そして、今度はシャワーですね。体の衛生もやはり大切ですね。ちっちゃいお子さんとかいたりして、で、お風呂は高齢者の方は入ったり使ったりするのは難しいかもしれませんが、シャワーなら、座ってもシャワーって浴びれますから、これも大切なことだと思います。そして、今度はキッチンカーですね。自衛隊の方は自衛隊の方の作り方とか、日本人好みの味にするにはどうしたらいいかっていうので、ノウハウを知ってらっしゃると思うんですけど、アメリカのキッチンカーというか、災害時こういうトレーラーが来るということですね。で、ランドリーも能登の方で何台か活躍してるらしいんですけど、やはりアメリカは何でも規模が大きいですね。アメリカにでは Big is better という言葉があります。大きいことはいいことだということなんです。
レストルームとシャワールームとキッチンとクッキングですね、とあとはランドリーカーをご紹介したいと思います。とにかく何でも大きいんですね。でアメリカでは、なるべく避難所に行かないっていう、なんかそういう独立心というか、自分のことは自分でやるっていうような傾向が強いようです。しかしながらどうしても必要な場合はそういう避難所に行かなければいけませんよね。そうするとボランティアの体制もすごく整っていて、ボランティアの志願者の人がとても多いということにもびっくりさせられます。ではご覧ください。 Please watch。災害時に必要なのはまず情報ですね。どれぐらいの災害が起こったのか、どれくらいの人たちが
負傷したのかとかいう、その情報っていうのが一番災害時必要になるとは思うんですけど、まあ、今までも思ったのはなぜ衛星電話を使って情報を収集しないのかなと思いました。ちょっと衛星電話っていうのも調べたんですけど、メリットとデメリットがあるとは言うんですけども、 やっぱり通信が、途絶えるとこれ必要だと思うんですね。電話回線や基地局など地上の通信インフラが何かしらのダメージを受けてしまった場合、通話や通信ができなくなる可能性があります。そりゃそうですよね。今回もそうでした。一方、衛星電話は地上にある基地局やネットワークに依存せず、宇宙にある人工衛星によって通信を行うことで通話や通信が可能です。近年頻発している自然災害の発生時にも使える衛星電話は緊急時の連絡手段として最適なツールですというふうに言っています。各都道府県市町村にこれあった方がいいなというふうに思っていました。KDDI はスマートフォンと人工衛星を直接つないで通信できる最新サービスを来年中に開始すると発表しました。 KDDI は今日、イーロン・マスク氏が率い衛星通信スターリンクを運用するアメリカ・スペース X と新たに提携し、スマートフォンとスターリンクの人工衛星が直接通信できる新サービスを発表しました。県外のエリアであっても基地局を介さずにおよそ550キロ上空の人工衛星とスマホを直接つないで通信します。今持っているスマートフォンで空が見えればどこでもつながるようになるということです。日本は山間部や島嶼部が多いことから国土の4割程度は県外となっていて、 KDDI は日本のどこにいてもつながらないがなくなるを目指したいとしています。2024年内をめどに提供開始を予定していて、まずはメッセージの送受信から始めるということです。いろんなものが使えると思うんですね。例えばドローンももっといろいろ開発して孤立した集落に必要物資をこう、渡すときに使えるなとも思います。 Thank you for watching。 最近地震が多いですよね。能登半島、そして先日ここ関東の地域でも地震がありました。でちょっと思うのは、今の内閣とか政府どういうふうに首都直下型とか南海トラフの地震に対してどのような取り組みというか対策を考えているのかな、不安になりました。ご視聴ありがとうございます。それではまた。 I see you later. Bye.